女の子はいつもファッション感覚で道路に寝転んだり鍵をかけたりする。女の子はいつもエンターテイメントに天秤を磨いてるんだ。味のないガムパンで5年後の僕は膝ついたまま面白いことで泣いたり笑ったり。女の子はいつも静寂と競争で嘘と本当の図書館で花火する。女の子はいつもかっこいいスーパーカーさ。スピードは速いけど大事なところで曲がりきれなかったりする。5年後の僕らは膝ついたまま面白いことで湧いたり笑ったり。5年後の僕らは膝ついたまま面白いことで泣いたり笑ったり。本当に聞いてるかな。今日はよろしくお願いします。